お題一番難しいですよこれ。私ねちょっと考えてみたんですよね、アイデアを。なかなか出ないですね。なかなか出にくい。まあね、あのつまんないこと考えたらいくらでも考えられちゃったんですけど、うまく面白く街を紹介するのはいかに観光本とかタウン本みたいなものと違うことを考えるかっていうふうにやらないと、なんかそれ観光本見りゃいいじゃんみたいな感じに結構なりがちだなと自分でやってて思ったんですよ。だから僕がどうでしょうね、1日ぐらい半日ぐらい一生懸命考えてみて、僕的にはまだ面白いアイデア見つかってないんですよ。なのでそんな私をギャフンと言わせてほしいですね。うえーってすげーこのアイデア発想っていう。で多分あの最近思うんですけど、 CM でもデジタルカメラすごい使うようになってきてて、去年グランプリ取った岩手のやつもデジカメでしょうけどすごく綺麗ですよね。だから綺麗さには騙されねえぞとかって思っちゃう。だからもうそういう綺麗とかそういうので、まあ、ショーはまあダントツ綺麗だったらあれですけど、多分みんなある程度綺麗だと思うんですよ。そういうの使えば、デジタル一眼レフを使えばある程度レンズとかちゃんとしてれば綺麗だと思うので、まあ、そういうところに凝っても欲しいし、もっと企画の方に時間をかけて丁寧に考えてほしいなっていうふうに思います。で半日考えても出てこなかった私をギャンと言わせてほしいというふうに思っております。よろしくお願いします。